練習入る間に合った。よかったね。This scene taking place. 3時半。ユニバーサルは6時まで。なのに1日券を買ってしまったので死ぬほど急いで。動画なんか撮れないかもね。遊ぶこと優先で2秒でも余裕があれば動画撮ります。急げー、チケット出そう。はい、着きましたよ。さあ、なんだ、スタジオツアーだよね、ハリウッドなら。Thank you ボスベイビー。とりあえずこっちだったと思うんだよ。覚えてるはずないでしょ。大体でスタジオツアーの場所全く覚えてないな。気候がいい。今より暑かったら結構しんどい。今ちょうどいい ね、 ちょうどいいね。LA5 月ちょうどいい気候です。で今からスタジオツアーに行くわけなんですけど、シンクさんは全部見たいけど、あったスタジオツアー、あったラストライドが4時15分ってことで今3時40分。その中でこの人もミルク欲しいし、はい見てます、すごいです、急いでます。15分待ってる間にねミルク飲もうね。ごめんね、最終ライド間に合った。よかったね。これ最終ですよ。これに来たんならもう、うん、OK。 これ乗れれば。Is fairly new to us. The Nissan Skyline for Too Fast, Too Furious. We'll see more Fast and Furious picture cars later on. We'll see the round blue gyrosphere from this scene taking place in the middle of the day. The sun is out, the birds are chirping. The entire vibe of this scene changes pretty drastically, right? That's because we can use weather to manipulate the mood from one scene to the next. The scene takes place in the middle of the night.緩いところでね。長女はね、余裕。一番乗りたいと言ってた長男はビビりまくってました。手つないでよ、手つないで。はい。見たかった、もうちょっと近く行って。せーの。はい、チーズ。イエーイ。時間はないんだけどね、急いでちょっとだけ食べてから残り楽しみますね。6発だって、6回。As you can, man. はい。Go ahead, boss him off. 待って、上だったね。ここじゃない？こんなもんじゃない？わかんないけど。もう一回押したら？惜しい。狙って、もうちょい、あ、おお、やってくれたんだよ。今手でいじってくれた。ノールックでちゃんと子供が打ちやすいようにいじってくれたよ。ハイヤーマン、シャッフォー、もっと高く。おお、あれが全部倒れなきゃいけないの。流れてきてほしい。おお、こやつタイプ。おやつタイムもベビーカーので、はい、どうぞ。これが出てきてほしい。そうだね。ね、持ってよ。持たないかい。なかなかね、3歳で乗れるのってなんて難しいね。あ、でも歩いてるだけでも楽しい。あ、なんかいる。見て、なんかいる。個人的にはハリーポッターとか乗りたかったんですけどね。全然無理です。あ、ま、ま、なんか、あれ、なんか待たなくて済むようですね。シンプソンズライド35分、ミニオン行くの20分待ちだけど、あれ身長足りないよね多分。いや、ミニオンのお水のとこ行ってみる。お水で遊ぶとこ。じゃあペットのとこ行ってみようか。本当に全部ライブショー。は
50分、ラストショーが50分、ジュラシックワールドは、ジュラシックワールド、あ、乗るんか、ダメっすね。よし、じゃああの辺の、あのミニオンの広場で遊ぼう。OK。 4人でやります。All you guys have to do is aim right at the middle of your bullseye. There are no buttons. It'll be the first UFO to the top wins the prize. ぬいぐるみが1個しかもらえなかったので、もう一回やる羽目になりました。We have another full piece. やったね、これほぼ並んだけど、まあ1回分ぐらい待ったぐらいでいけますね。やったやった、入れるよ。楽しみね。ミニオンの曲、音楽するね。最高だね。ここで遊んだら終わりかな。上出来、上出来。もうミニオン系とスタジオツアーできたからもう完璧です。満足してます。あの人ずっと今日着てたワンピース着てくれなくて肌着で過ごしてるんですよね。やだな、マジで服着てくれない。ちゃんとしたキャミ買わないとな。ミニオンと写真撮ろうね。ミニオンと写真撮るの並んでます。今から撮るよーん。これは開いてないね、アイス屋さんは。開いてないね。ミニオンと写真撮りたい人、見てみよう。入れた。ペットのやつ入れました。だけど一人の子供につき一人の親が必要ということで、じゃんけんに勝った長男が来ました。トン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 。なんかいた、冬変わった。すごいね、待ってる間は楽しいね、これね。るよ、楽しみだね。これで最後だけどね。今日楽しめたよね。まあ満喫したのでは結構できた、遊べたんじゃない。どう、3時間で詰め込んだよ。楽しかったですね。ユニバーサルご飯食べに行くよ。ご飯食べに行くよ。やめて、もういい加減にしてよ。もう寒いよ、それは。楽しかったですね、皆さん。怒涛の3時間でしたが楽しめました。本日のおさゆ YouTube は3時間でユニバーサルスタジオハリウッドどこまで楽しめるかっていうコースの動画でした。まあ、3時間で、まあ、名残惜しいけど子供たちがこうやって笑顔でね帰れたっていうことは楽しめたっていうことなので、もう何の問題もないです。子供たちが笑顔で帰れるんだったらそれは大成功です。はあ、疲れた。楽しいんだね。明日はもう日本帰りますよ。それでは皆さん、本日のさゆちぶでした。せーの、バイバイ。バイバイ。こんなの30、50年前。バイバイ。なんなの、スティーホークで最後にお水で遊んでる。終わった。この人洋服一着持ってるからいいんだけどね。最高に楽しいですね。